どうもサボリです。セイコーマート豚カルビ、セイコーマートの野菜たちと、そしてアレンジにセイコーマート北海道うどん、これを熱々の鉄板で定食風にやってみます。はい、ご飯もかけてきましたね。ご飯はふっくりんこもっちりんこです。豚カルビ丼、うわひっついてる、ペロ、うわ豚カルビだ、うまそう、もうすでに美味しそうですね。作り方はご飯も炊けました。スイッチオン。フライパンにこだわるんですよ。鉄のフライパンです。油をドバドバドバ、よし、油は捨てます。ちょっとね、ややちっちゃくしよう。まず野菜から、野菜には下味はつけません。じゃあつけよう、野菜に下味つけるか。野菜には軽く下味、塩、胡椒、軽くでいいです。そこにうどんが ほぐしていきますよ。危ない危ない、焼ける。豚肉なんで、串はしっかり通します。これぐらいか。これぐらい。これぐらいでいいだろう。あちちちちち。あし。今度は鉄。これをよーく温めますね。一回油引く。
できた。さあ、ちょっご飯もパカッ、うわー、できてる。いい感じだ。これはうまそうだ。よし、冷めないうちにいただきます。豚肉からいきます。うん、おさっぱり系、さっぱり系ですね。さっぱり系だわ。ああ、うん、うん。そして私の大好きなうどん、うどんが好き。うどんはどうか。うん、これね、さっぱり系でね、レモン風味かな、レモン風味な感じしますね。味はね、普通ですね。味は普通に美味しい。ちょっと誤解しないでください。普通に美味しい。まあ、普通だな。普通に美味しい。少しね、こういう焦げ目、焦げ目がついた方がいいんですよ。これ鉄板効果ですね。鉄板効果。あえて8分で焼く。そして鉄板で2分で仕上げる。うん。ああ、うまい。うまいな。これぐらいがいいな。量もね、野菜とお肉とうどんで増せば2人前はありますね。うん。そしてね、このピーマン、ピーマンっていうのはアクセントですから。うん。人参、人参嫌いなお子さんね、これね、美味しいんですよ。美味しいんですよ、これ。人参は、あ、美味しい。人参は美味しいな。うまい。今回食材に使った金額500円もかかってないんじゃないかな。もしかして500円で2人前、そしてこれだけの、これだけのものができたら大満足ですね、セイコーマート。うん、野菜もね、カット野菜じゃなくスーパーで売ってる野菜、それ使えばもっとね、手がもっとリーズナブルにできるんじゃないかな。カット野菜が高い、多分100円以上するんじゃないかな。うん、焼肉のタレの味じゃないんですね。どっちかというとね、牛タンの塩、そんな感じの味付けですね。うん、レモン入ってんじゃないかな。ああ、だんだん少なくなってきました。鉄板で食べるとやっぱり最後まであったかい。撮影でかなり時間経ってるんですよ、実は。けどまだね、熱いんですよ。あー、熱い。そこまで熱くない。熱い。まだね、触れないぐらい熱い。まだ触れません。まだ触ってるじゃないか。うん。一緒に食べるとやっぱりいいのかな。一緒に食べると。うん。うん。ああ、うまいな。よし。うん。最後は全部ご飯の上に乗っけて食べます。ご飯の上に乗っけて豚カルビ丼にします。最後の一口。おお。うん。うまい。以上、セイコーマートの豚カルビ焼肉定食でした。ありがとうございました。はあ、残ったやつどうしようかな。